よくこの短期間でパッと準備できるもんじゃないですか。さすがベテランの皆さんも揃って、はい、さあそれではセッションタイムいってみましょうか。1曲目は Girl from Ipanema。Thank you.
まあ、なんとか無難に来ましたね。よろしくございました、皆様。さあ、それではゲストももうぼちぼちでいきましょうね。ちーちゃん歌える ?OK? もういつもの曲で申し訳ないけど。It's only paper moon。 さあ、それではボーカル、あっ、あ、キー、あります、ここに。あげて。あ、C、 C でいいんじゃないですか。 C です、C です。C です。いきなりすいません、呼ばれまして、何者だと皆さん思われてると思いますけれども、長崎から参りましたちーちゃんと申します。よろしくお願いいたします。で、今歌うことも知らなかったし、今なんかパッと曲名言われたんですけど、ペーパームーン、It's only a paper moon ですね。で、皆さん今キーはなんだ、キーはなんだっていうので騒然としておりました。すごいですね、ジャズのセッションの方たちってこんな感じでぶっつけ本番でね、いろいろされるんですね。怖いわ、ジャズの修行の場って怖いわ。すいません、よろしくお願いいたします。Yes, it's only a cap.
会場じゃなかったらただのちょっと変態なおじさんに見えるじゃん。大丈夫職質受けますよ、職質。何を歌ってんだ、たくさんキスしてる歌ってんじゃん。いや、じゃあ待ってThank you.
気持ちいいですよ。歌は気持ちいいです。雰囲気がね、ちょっとこの景色に合わん感じになっていました。さあ、それでは何しましょう。ガツッと、わいせつな声じゃない、わいせつということじゃないですかね。ちょっとモーニングもやりましょうかね。はい、モーニング、OK。 あ、メンバー紹介をしましょうね。フルートしなすベース浜村淳じゃなくて何だったか、浜村圭介。そうね、浜村って言えば純の方がいいんで、浜村純で通してます、すいません。で、ピアノ岡部先生、岡部先生、先生、はい、ドラムス西村忍、パーカッションよりもドラムの方が上手かもしれない。あ、まあそれは各自の判断でお任せします。そういうわけでピアノがいるから、せっかくピアノがいるんでモーニングで行きましょうかね。ピアノ、あ、ボリューム上げねえ。すいません、余計なこと言っちゃった。
ラストキャラバンでいきましょう。はい、はい、あるのあるのあるの、はい、もうまだまだあと1曲できるもん。ほらあの日の高さ。はい、ではキャラバン、ドラムスローからアブトです、はい、ベースからいきます。ちょいちThank you.
ありがとうございました。お疲れ様でした。これで今日のみかんは終了です。